浦和レッズの鈴木財雄です。島里亜です。今回はチーム栄養士の石川美智さんが考案したアスリートご褒美デザートを紹介します。美味しいのでぜひ食べてください。じゃあクリームチーズとカッテージチーズを混ぜます。で、カッテージチーズは低脂肪なのよく混ぜます。まず、ね、イメージはね、小倉トースト。小倉トースト、うん、これ2つの味は出来上がり、とても簡単なレシピです。金時豆をルヴァンの上に乗せて、その上にクリームチーズとカッテージチーズ半々にふわふわに混ぜたものを乗せただけで、そしてトースターで1分から2分焼きます。はい、では焼いていきます。焼いていきます。これ1個ずついいか、全部いっちゃう、全部いっちゃう。簡単ですね、これは。そうだよ、誰でもできそうです。コンビニで買える、全部600ワットで1分半から2分スタート。でも味の想像つかないでしょ。つかないハードル上がってるから。ハードル上がっちゃった。結構それお世辞とか僕言わないんで、厳しめに評価したいと思います。もういいんじゃない。いい感じ。はい、いい感じですね。はい、いい感じ。じゃあ取っていきましょう。いや、香りがいい。いや、このルヴァンの香りがしますね。これなんか焼かれて、ちょっとバターのね。そうそうそう。そう、確かに匂い。表現がいいですね。バター出てこなかったです。これ2個。熱いから。じゃあいただきます。これいけるかな。この、うん、うまいけど、なんでこのルヴァンとこのチーズがすごい、なんていうんですかね、まあ、マッチしてて、この金時豆がそこにこう乗っかる感じ。分かる。そこにチーズとルヴァンがマッチしてるじゃん、そこに金時豆が来るから、それでも大マッチ。じゃあ僕もいただきます。多分ね、今も使われないと思うんだよね。難しい。どうですか、美味しいか美味しくないか。うまい。なるほど。うまい。あの最初チーズが上に乗って下にルヴァンがちょっとしょっぱみがあるんですね。だけど金時豆が甘さを出してて、それがもうがっつりマッチしてめちゃめちゃうまいです。うまい。めっちゃうまい。これはこれが何とでもいけそうですね。しっかり取れてます。取れてる、はい、次行くね。試作した時とさ違うんだもんだって、芋がもっと私はホクホクまで作ったわけですよ。あ、でもうまそう。これは切ってもいいんだけど、まあ、あ、これですか。豆、そう、豆ね、切ってもいいんだけど、まあ、そのままお好みでただ、豆の断面が見えても可愛いので、じゃこれを、はい、だから上から取ってるから、こうやってちょっと混ざりました。で、これを砕いて、入れます。じゃない、いやでも、まずいわけがない、だって美味しいものしか入ってないんだよ。で、一度ルヴァンは砕きすぎない方がいいですか。うん、適度な。適度で、これね、全部甘みが違う、甘みが入ってる。お芋、お豆、アイス、ルヴァンで、感触、食感が違って、で、
これでもう一度冷凍庫に入れます。アスリートご褒美スイーツ2つ目はルヴァンクリームアイス、和スイーツがいいと言っていたザイオン選手のリクエストで、いただきます。いただきます。 OK、 じゃあ、はい、僕からいただきます。おいしい。うまい。いや、最初は抹茶アイスだけかと思ったら、先ほど言ったようにさつまいもが次に来て、でその後に黒豆が来て、こうなんていうんですかね、今までに食べたことないマッチングですね。これは食べてほしいですね。豆嫌いのゆうやと食べます。うん、うまい。めちゃめちゃうまい。うまい。よかった。このルヴァンと抹茶がすごい合ってます。ね。うん、すごい合ってて、その後にこう黒豆のなんていうの、このプニュッとした感じがすごい来るから、うん、そこもこう一つ面白い。確かに面白い。楽しみ。楽しみ。面白い。すごい美味しいです。イエーイ。うん。美味しいです。満足ですか。はい。期待大です。できると思います。期待。入れてください。逆に、うん、お願いします。狙ってます。はい。取りに行きます。1位取ります。取ります。お願いします。